因为今年日本杯就系最重要嘅一题。好啦，日本杯大赛啦。馬場の芝2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。成田はやぶさ。芝の名手を背にこの大舞台に挑みます。安城の高リードでいざ G1 トーチを代表する三号羽毛はいたらいかけもちろんこの馬からも目が離せませんはるばる海外から参戦このレース注目の一頭です茶以来どんな走りをサラブレッドらしい超級骏馬が G1 の大舞台でさらに映えますロイス&ロイスその漆黒の馬体には力強さが前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです名牌シーザー前走で敗れはしました。栗色の馬体が大舞台で数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。構想を期待したいところです。アイルトここ日本の G1 海外から有力馬が参戦してきました。見事栄誉を勝ち取れるでしょうか。三頭ピット。三冠馬が世界に挑戦。呢就系十二号成田巴人，男仔黑几，三冠马挑战日本杯。成田ブライアン。トーチを代表する名馬が天堂カイの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。パラダイス波入る世界の。跟住翠荷高东尼差騎，已经赢咗日本嘅秋股秋季天王賞同补充纪念大阪杯。喺今场日本杯有冇机会啦？对住成田巴人。快利士冇风拆骑啊！今日。世界に誇る豪客を日本のファンに見せつけるか、悠然としたその漆黒の馬体に何かを起こす、はるばる海外から参戦。このレース注目の一頭です。今日はどんさあ。今年も東京競馬場の芝2400m に世界の一流馬が集結しました。あ、翠荷の鏡頭影住翠荷都好啦。日本馬の力を示したいところです。成田巴人ね、国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠の。好啦，可能到咗入埋闸。ゲートに入って体勢が整いました。日本杯随时预备步。可能到咧就相当之快啊。強く飛び出してエルナンド腹に立ちます。その後ろからはロングサミット。この馬も上がっていく構えです。桜千歳をどうやら。三名嘅樱花千岁啊，跟住而家咧睇翻咧就沙坑咧就而家系前面噶啦。跟住后面嗰啲都睇唔到啦，哇！快利士跟住喺个尾噶啦，哇！海伦道一嘢带晒出嚟嘅。翠荷啊，嗰啲都唔得，見曬影噶啦！成田巴人而家只七號啊，都喐緊啊！一號跟住係成田巴人都開始慢慢咁樣爬緊上嚟，哇！成59.5秒啊，個步速快到真係離曬大譜啊！而家呢個時間，翠荷而家就守咗喺尾六位置啊，但係成田巴人已經都開始係行緊騎緊噶啦。樱花千岁啊！啲成年而家翠荷就揾到靓位，成年班人而家都系低低守到第三四位置啦。沙坑而家带咗出嚟啊！成田班人喺后面第一只已经想追紧上嚟，但系最耐档就系翠荷。
而家最后400米啦，而家翠禾而家同成田白人斗紧啦，而家睇下中间仲有一只七号位喺度嗰边，翠禾而家两三排两步咁追紧上嚟成田白人，但系追唔追到啊？追唔到啦，翠禾力压成田白人，高东尼好嘢啊！两只日本最强的马，翠禾成功力压成田白人。2分20秒六啊！呢个时间真系破晒纪录啦。雨网就跑第三，冇风骑外队马快利士咧就第四，海伦道第五啊！